え皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、第108回目は、ヒットポイント回復処理の続きを作成してみたいと思います。えっ、ー、と、前回、一応、あの、この洞窟に行くと、ヒットポイントが回復するようにしましたけれども、まあ、ただ、あの、回復するというか、ま、数字が増えるだけで、えっ、ー、と、ま、メッセージも何も表示してないので、ま、ちょっとわかりづらいというような状態でしたので、えっ、ー、と、今回、どうにかしていきたいと思います。 で、ま、あの、メッセージを表示すればいいと思うんですが、えっ、ー、と、その前にですね、まあ、この25っていう数字、まあ、あんま良くないですよね。まあ、えー、最大ヒットポイントなんですけれども、ま、あ、そういう変数を作った方がいいですよね。MAX ヒットポイント、イコール25。うーん、こうして、こうするのが、ま、正しいですかね。で、えー、宿屋に泊まった時に、えー、25って決め打ちしてますけれども、 えー、こんな感じにすれば、えっ、ー、と、まあ、最大ヒットポイントが、まあ、何かしらの手段で増えたとき、まあ、レベルが上がったとか、まあ、そういったときにも対応できますよね。えー、念のためコンパイルして、動かしてみます。うん。まあ、大丈夫ですよね。で、まあ、せっかく最大ヒットポイントっていうパラメータを追加したわけですから、えっ、ー、と、ヒットポイント表示処理のところ。 まあここに、えー、と最大ヒットポイントも表示してあげたらいいんじゃないでしょうかね。ということで、まあ、こんな感じで、うん。こうか。これでコンパイルして実行すると、まあ、こんな感じで。まあ、ちょっと,、えー、と雰囲気出ましたよね。という感じで、まあ、ヒットポイントの件はこれでいいですかね。 えー、では、えー、メッセージ表示に移りたいと思いますが、まあね、本来というか、まあ実際ね、あのー、本格的なゲームを作ろうとしたら、まあ、ウィンドウ表示処理なんていうのは、なんかライブラリかなんかに含まれて,ていて、まあそれを使えば簡単にできると思うんですけれども、まあ今回、まあこの動画は、まああくまでも、まあ Java を習得するっていう動画ですので、まあ自力で行いますけれども、えー、っとまあ、 このドローをを何かかキーを押してねととまあとりあえずこれをコピ,しし、ね、をコピーでどこに貼り付ければいいでしょうっていうことなんですがまあ <laughs> 間違いやすいパターンはヒットポイント回復だからここに書けばいいんじゃないのみたいなね。ということでまあ、とりあえずやってみますけれどもえー、っとこうやってやるとどうなるかというとまあ特に、えー、何も表示されない。 いうことで、えー、まあ、なんででしょうっていうのは、まあ、さすがに大丈夫ですよね。で、まあ、じゃあ、ここに書いたらダメっていうのは分かったると思うんですけれども、えー、っと、この WM ペイントの中じゃないと、まあ、この描画関係は有効じゃないということは、まあ、えっと、今までの動画をえーじっくり見ていただいた方はかると思うんですが、じゃあ、ここでどんな記述をするかってなると、ちょっと難しいですよね。 まあ、例えば、ここにコ、えー、ピペします、えーとまあ。メッセージも一応回復、えー、変えますかね、えー。ヒットポイントが回復したとかね。これで、えー、とコンパイルして実行するとどうなるかというと、えー、とここに、えー、常に表示されるというような感じですね。 なので、まあ、先にこの、えっ、ー、と、これを、えっ、ー、と、ウィンドウ内に表示するっていう部分を作ってしまいましょうか。まあ、ウィンドウって言ってもね、まあ、ただ <laughs>、区形を書いてその上に、えー、描画するだけですけどもね。まあ、ちょっとここは仮の、えー、姿というか仮置き場で <laughs>、ここに、えっ、ー、と、これをまずコピペ、うーんと、これはなんだうん、あ、これでいいですね。これをコピペして、ちょっとコメントないとわかりづらいですね。これ、 えー、これはステータスウィンドウ,ウィンドウじゃないか。<laughs> 領域、うん。ですね。で、えー、っと。うん。というか、まあ、あこっからここまででステータス表示なんですよね。ま、あいっか。で、こっからが、えー、っと、メッセージ表示と。メッセージ表示。 で、まず、えっ、ー、と、ウィンドウの大きさですけれども、うん、X 座標は、どのぐらいがいいですかね。うん、60。こんな感じで、Y 座標が、えっ、ー、と、400から100とか。<laughs> 完全に適当ですけれども。えー、で、ヒットポイントが回復したが80の、うん、420とか、450ぐらい。 こんな感じでどうでしょう <laughs> 色が変ですね。えっ、ー、と、あとこれ数字間違ってるな。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、y 座標の終わりじゃなくて幅なんでしたよね。えっ、ー、と、全体が960で、60から始めてるんだから、えっ、ー、と、横の隙間の値を一緒にするんだったら、840ですね。えっ、ー、と60、960-60×2 っていうことで、まあこんな値。 ですよ、ね、うんと。うん、であとは文字の色が変ですね。まあ変というか <laughs> 変えてないだけですけれども、えー、これをコピペすると。で、えー、実行すると。うん。うん。ウィンドウ。こうの手のメッセージはもうちょっと色が <laughs> 濃い方がいいのかな。 あれ間違え,たえっとまあ、えー、この手のことにこだわり始めるときりがないですけれどもあいいですねこれこれをまあ今は、えー、っといきなり最初から表示されてますけれどもここに来た時だけ表示するとでその後にんまあ A ボタンを押したらメッセージが消えるとかが本来なんでしょうけれどもまあとりあえず回復した段階だけ、えー、表示するっていうのが できればまあ第1段階クリアかなと思います。えというわけでまあこれをえっ、ー、とまあ if 文かなんかに含めるんですかね。でまあどんな if 文なのかなっていうことなんですがえっ、ー、とまあそれは、えー、宿題にしてみますかね。えー、では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。